FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。ギノワン市キユナギノワンヒルズ通りの高台にあるスタジオを飛び出しまして、はい、今日やってまいりました。こちらコンベンションセンター裏手にございますトロピカルビーチにての生放送でーす。やりました。お相手は私東勝明と火曜日アシスタント OBP のギノザマリンです。よろしくお願いします。今日はねお天気がちょっと曇り空というところ。そうなんですよね、でさらにちょっとね風が、強いというところなんですけども、うん、まあでもね、たくさんの方がねいますね。お天気こういうお天気にもかかわらず遊びに来られてて、びっくり、ね、さっきちょっとねパッと見たらあのジェットスキーで遊ばれてる方とかねいらっしゃったりとかして、アクティビティ満喫してるなと思いながら、楽しそうと思って、うん、でなんかあの若いなんか男の子のねグループで遊びに来たりとかしてて、うんうんうん、いやいいの本当なんか青春って感じね。でも今日なんか家族連れっていうよりは、うん、そのなんか仲間若い人が多いですね。多い多い多いね、たくさん来られてて、うん、あとまあカップルの方とかねもう来られておりらっしゃいますし。ねえで、バーベキューなんていうのもねもうすでに始まってたりとかしてて、いいなぁ、最高、食べたいなぁ、今週のテーマじゃないけど海とバーベキュー最高、いいっすね本当組み合わせ的に最高でございますけども、はい、ね、今トロピカルビーチで楽しまれてる皆さん、こちら売店の横からですね、特別生放送してますよ、はい、ぜひ遊びに来てくださいませ。よろしくお願いいたします。さあこんなこんな言ってるんですけども、今日はなんといってもあれですよ、このあと夜9時からはサッカーワールドカップ日本代表戦あるんですよ。知らなかったでしょう、ね、いや知ってましたよいや今のリアクションは絶対知らなかったやつじゃんあんまりでもワールドカップとか見ない、あんまり、いやもうあのスポーツ観戦してたらもうどうしても動きたくなっちゃうんで、ああ、はあはあ、あんまり見ないですねそうか、そう今日ねだからもう9時からだからもうみんなとりあえず早めに多分遊ぶのを終えて、あなるほど多分ねそこからテレビの前にかじりつくんじゃないですか。でもあれなんですよ、私今日9時からまた FM ギノワンでギノガルフに出演するんですよね。じゃあこれはダブルスタンバイで、じゃあこれはそうですね、うん、もう耳は確実に FM ギノワンですよ間違いなく。そう目はね、うん、あのワールドカップサッカー見られてもいいし、うん、そうか真裏か、そうなんですよ、いやワールドカップに勝ってみせます。勝つね日本も勝ってそっちも勝つっていうダブルスタンバイでいくということでございますので、はい、さあそんなマリンと今日もですねこのビーチからお送りしていきたいなと思いますので、うん、皆様よろしくお願いいたします。さあ、今週、皆さんからいただきたいメッセージテーマが最強コラボということで、皆様が思う、これとこれの組み合わせはもう間違いないでしょうというものを教えていただきたいなと、先ほども言ったように、ビーチでのバーベキューこれ最強でしょう。最強ですね、うん、コラボとすれば、うん、あと、ワールドカップ見ながらギノガルフ最強ですね。もう最強すぎてすごいですね最強ですね、はい、皆さんもねなんかそんないろんな、コラボ、丸々と丸々、何か思いついたものあればぜひ教えてくださいませ、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。はい、 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリッスンラジオで再生をクリック、スマートフォンからは無料アプリリスラジでお聞きください。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産屋株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りします。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291
3291までどうぞ。はい、というわけで、今日もですね、この後5時56分までたっぷりとお届けいたしますので、どうぞ皆さんお楽しみくださいませ。はい、では今日の1曲目、そんな、サッカーワールドカップの NHK のテーマ曲となっております。こちらの曲をお聴きいただきましょう、サチモス、ね、ボルテージ。なんかそう、誰だっけ、なんか有名な人が外れます、本田さんが外れたっていうのを見て、あ、スタメンね、外れるよって、へーってなって、うっそーって。さあ、皆さんメッセージありがとうございます。ありがとうございます。まだまだお待ちしておりますよ、最強コラボ。いや、最強コラボね、あれ直しに行くかな機長さんがずっと支えてる。できてます。はい、そうです。最強コラボっていうテーマです。今週は。うん。ねえ。まあ昨日なんかね、多かったのはやっぱりなんてビールと餃子とかね。ああ。やっぱ食べ物系ね。うん。あったし。ビールと餃子か。あとね、何だったかな、何と何が合うって話してたかな、昨日なんかいっぱいもらったんだよね。でもなんか最強コラボって言ったらあれですよね、もう食べ物系になんか思いついちゃう。まあまあそうね、うん、まあ、だからシチュエーションみたいな感じでもいいなと思ってて、うん、だからそれこそ映画館とポップコーンみたいな、ね、はぁ、あ、はぁ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 、あ、お風呂場でアイスとか、あー、そう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 、あ、いいね、あ、気持ちいいね。さすがに今はもうやらないですけど、うん、前はやってましたね。あー、わかるわ、お風呂でアイス、あ、わかる。でもお風呂で俺動画っていうのは、あー、まあ、やります、いい、やります、最強のコラボ組み合わせですね。あー、加藤ミリア、ファンタスティックベイベーね、あるかな。よし、
タタタタタ。ああ、雨降らない。 J フレンズね、 J フレンズはもうわかる。 J フレンズ知らないでしょ。誰ですか J フレンズ。知らんだろうな。誰だ。わかるわ、太陽さんを同世代だろうな。わかるわ、 J フレンズ。男の人たちですか。そう、ちょっと後で説明するわ。めっちゃ気になる。誰だろう。うわ、 J フレンズの曲あるかな。かけたいな。あ、13年間活動してたんだ。そうね、やってましたね。さあ、サザンブリーズ火曜日お送りしております。今日もですね、はい、たくさんメッセージいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきましょうかね。まずは、じゃあ、よいしょ、ね、おたくさんいただいてますから、ありがとうございます。まずはラジオネームタイゴさん、はい、お、ヤッホービーチだーってことでテンション上がっていただいてねえ、ただ残念ながらツイキャスの方の映像では海が全く見れないんですけども。そうなんですよ。あの、ねえ、うん、後ほどね、ちょっとぐるっとカメラだけ回転しましょうかね。そして続いてシュプリームさん、はい、おはようございます。アズマックス、ま、すずちゃんご変換ですね。そう、あのマリンで出てこないんですよね、私の感じがはい、マリンちゃん、ハイサイト、ハイタイ、はい、そして大塚健二さん、こんにちはビーチから沖縄滞在で一度も放送なかったのにね、本当になんであの時あんなになかったんだろう。いろんなことが重なって、続いて沖縄ラブさん、お、はい、マリちゃん、はい、さーいと、どうもどうも、そして先ほどパープルさんもマリンちゃん頑張って、ありがとうございます、パープルさん、そして雨男レイニーさんもこんにちは、こんばんは、どっちがいいのか分かんないからチャオーって、おしゃれいいね、チャラいなチャオはチャラいな、さあ、そして続いてシュートさんもありがとうございます、こんにちは、こんにちは、はい、そして続いてメールいただいてます、ご紹介しましょうか。まずはラジオネーム進撃のメイちゃんさん、うん、東さん、マリンちゃん、生放送お疲れ様です、ありがとうございます。ビーチのジェットスキーいいなーと、あ、今ちょうど太陽が差してきた、すげーね、いいね、ピカーンってピカーンときましたね。放送始まったらこのね晴天になるってことは最高ですね。ジェットスキーに行きたいですね、メイちゃんでございますと。ということで、今週のテーマ、うん、最強コラボというお話で、最強コラボなのはやっぱりビール、唐揚げでしょうと。はあ、はあ、はあ、よく公設市場のせんべろで飲んでるんですけども、唐揚げが300円で1000円で、ビール3杯飲めるなんて素敵ですねって。そう、あ、そう、せんべろね。せんべろはそういうもんなんですよね。うん、行ってみたいですよね、せんべろ。1000円でこれ全部セットだから、ビール3杯と。すごいですよね。唐揚げ1品とかね。ほんと。非常にお得です。で、そして7月21日の、サマーパーティー、F、あれですね、FM 技能 FM 小座の合同パーティー、うん、ビールたくさん出そうですね、確かに、皆さん、マリンちゃんとかもサマーパーティー来てほしいなと、では楽しく聞かせていただきますといただいてます、ありがとうございます。やっぱりね、まあ、ビール唐揚げ、まあ、そういうねところになりますよね、いいっすよね、でもなんかビール、うん、飲めるようになりたいです、早く。あー、まあね、今言っときますけど、はい、33歳の僕もまだ飲めないですからね、ちゃんとそんながっつりまだまだ飲めないですから、はい、もうなんかそれ聞くたびにすごい意外だなって毎回思いますそんなことないよ、もう毎回思う。もう俺は居酒屋かけるコーラで最強ですからそれで十分、コーラかオレンジジュースとかそんなんで大丈夫
ビールがそんなにいらないさあじゃあ続いて、はい、メールちょっとじゃあマリン呼んでもらいましょうかね。はい、お願いします。東さん、マリンさん、お疲れ様です。台風の被害はなかったですが、なかったですか。私のところは物理的損害はなかったのですが、お客さんが来れなくなったので営業的損害は大きかったです。稼がないとって、うん、そうですよね、台風って、うん、さて、今週のテーマ最強のコラボなんですけれども、私にとっての最強コラボは晴天と洗濯です。私は一人暮らしが長いので休みの日は洗濯や炊事は自分で行っています。ほう、晴れの日に洗濯物を干すとすごく気持ちがいいのです。青空に白いタオルやワイシャツ、すごく晴れ晴れな気持ちになります。ストレスも減って明日から仕事頑張ろうという気持ちになりますと。そうです、ありがとうございます。いやー、いいっすね。晴天と洗濯、はぁ、いいっすね。洗濯は、うん、洗濯とかするしますけど、あれですね、外に干すことがもうだいぶないですね。あー、なるほどね。もう、家に寝る直前に回して、うん、で、クーラーの当たるところに洗濯ババババババーっとかけて、寝るっていう。へぇー。そう、なかなか外に干さないですね。そうか。まあでも晴天、いや、晴天の時に洗濯したくなるよ。うん。でもいいですよね。たまに干した時に取り込むじゃないですか。うん、ポカポカ感めっちゃいいですよね。そう、いい。ほんのに干したての、布団の気持ちよさとかね。わかります。めっちゃわかります。いいね。のりさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして、続いてじゃあですね、はい、最強コラボというところで、うん、皆さんからテーマいただいてますのでご紹介していきましょう。はい、じゃあまずはいただいてるテーマはこちらかな。先ほどパープルさん、はい、三宅健と滝沢秀明でケンタッキー今やってますね CM 最強ってめっちゃ食べたくなるんですよね。ケンタッキー、ケンタッキーうまいね、食べたいな。でそしてその多分その流れを受けてなんですけど、タイゴさんが最強だったと思うグループ、まあこれコラボグループですね、 J フレンズ。わかるわ、全然わかんない。 J フレンズ知らない世代でした。知らないです。 J って何かわからないでしょ。ジャパン。あー、違うな。違う、ジャック。違うな。 J あと何がある。あるよ。ジーンズ。男の子の集団だよ。ジャニーズ。そう、J フレンズってジャニーズのグループのコラボの、チーム。知らないでしょ。わかんないです。もうね、これもうどれぐらい前かな、もう20年以上前ぐらいな感じぐらいになると思うんだけど、TOKIO、 V6、 そして KinKiKids ですよね。多分これこのチームがコラボしたチームなの。もう最強じゃないですか。そう、わ、だからもうその当時のもうイケイケ その20代ぐらいのね、彼たちのグループですから。ちょっと後で YouTube で聞こう。いや、この後流しますよ。本当ですか。なんてったってそのうちの曲が一個、僕もすごいいい曲が、好きな曲があって、うん、なんそのメンバーが歌ってる曲をマイケル・ジャクソンが作ってる曲があるのよ。どういうことマイケル・ジャクソンが作詞作曲した曲を J フレンズが歌ってる。ほう、すごいでしょ。何それちょっとなんか世界がすごい。なんかもうどれだけこのごちゃごちゃなってるんだっていうやつですけども、これちょっと後ほどねちょっと探してどうにか紹介したいなと思っております。はい、で続いていただいてるのがコックさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。はい、でそしていただいてるのが、銀トロさん、ミノワンに猫カフェなかった、壁に猫の絵がなるって、どういうこと。ミノワン猫カフェ、あるはず。あ、そうなん。あるはずだけど、あ、猫とカフェ、猫カフェが最強なんじゃないかってことかな。うん、ああ、そうか、すごいリラックスしてるところに
猫いて、うん、いいです。一回行ってみたいですよ、猫カフェ。行ったことないな、猫カフェは。めっちゃ行きたい。いやー、行ったことなー、あんまりないな。うーん、あー、はー、行きたいな。確かにその場所のやつはある、いいやね。いいっすね。あれ行ったことあるよ、俺、あの国際通りのモンキー居酒屋。あー、どうでした？行ったことあるよ。どうでした？本当に猿いました？いた。いるんだ。いた。へー、ちょっと、まあ、ちょっとなんか動物園的にね、ガラス張りのところにがあって、うん、そこで、リスザルたちがいっぱいいましたよ。へえ。で、時間になったら餌やり体験ができるって言って。わ、中入って俺やったよ。え、どうでした？え、ちょっと怖かった。だからこの餌をこう取って、手のひらの上に乗せたら、はい、すごい取っていってくれるのよ、うんうん、でちょっと俺の友達が意地悪してその餌をこの取ろうとしたところをギュッと握って、はい、ポケットの中に入れたわけさ。そしたらもう引っかいてこられて、いやーっつって、あー、意地悪するからだっていう。猿は賢い。賢いよ。本当に。さあ、皆さんね、メッセージたくさんありがとうございます。最強コラボというところでございますけども、マリンの中の最強コラボ何かありますか？最強コラボですね、うん、シチュエーションと食べ物で言ったら、うん、お風呂とアイス。ほんほん、お風呂とアイス。お風呂とアイス、さすがにもう今しなくなりましたけど、うん、前は湯船に浸かりながらアイスを食べたりとか。へー、まあなんかいいですよね。でもまあそうか、うん、熱いのと冷たいのと、そう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 、両方がめっちゃいいんですよ。マッチして贅沢な感じ。はー、そうで、うん、食べ物でって言ったら2つあるんですけど、うん、1つがアボカドとキノコ炒め。え、アボカドとキノコ。そう、バターの代わりにキノコをアボカドで炒めるんですよ、うん、で見た目はちょっとおうって感じなんですけど、なるね、なるね、なるね。なんですけど味めっちゃ美味しいんですよ。へえ、そう、美味しいし、あんまりなんかイメージできないな。そう、あとなんせヘルシーっていう。へえ、そう、そうなんですよ。なんかいろいろ試してるね。そう、いろいろやってるんですね。で、あと一個が、うん、お寿司屋さんに行ったら、うん、お茶があるじゃないですか、うんうんうん、で、あとなんかガリが置いてあるじゃないですか、うん、お茶の中にガリ入れたらめっちゃ美味しいですよ。え？何それ？めっちゃ美味しいですよ。一応なんか生姜油とかあるじゃないですか、うん、ああいう感じで思ってもらえれば大丈夫です。いいかそれ。でも本当に合います、めっちゃ美味しい。わかんないな。それ試せるかな。試せますよ、大丈夫、試せます、試せます。でも本当に意外と合うんですよ、結構。ほう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 、割と、うん。へえ、ちょっとじゃあ試して試してください。見ようかな、ドキドキしながら。試してください、本当に美味しい。そういうことらしいです、皆さん、うん、もうそんなちょっとこれ新しい、そう、ちょっと試してみてください。新しいコラボ、ぜひ。なんせお茶とガリでできますから。お茶とガリってなんかもうそれが本当怖いわ。え、でも合いません？和と和、和と和だけど。わざわざ入れる。じゃあ、でも事の発端は、うん、ガリを入れようと思ったらお茶の中に落ちちゃったんですよ。はい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 、でそれで飲んでみたら、あ、めっちゃうまいやんってなって。へー。そんな偶然の産物ができたんだ。あるんですよね。ちょっと皆さん試してみてくださいませ。最強コラボ、まだまだお待ちしております、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ではここで1曲、はい、さあ、いけるかな、この曲で合ってるかどうか、ちょっとギリドキドキしながら流してみたいなと思いますけども、先ほどねご紹介いただきました、大国さんご紹介いただきました、 J フレンズの曲、People of the World、 お聴きくださいませ。
若いな。堂本さん、堂本剛。うわ、ね、これですよね。国民若い。若い。だそうだから、だってこれそうよね、阪神淡路大震災のチャリティーだから、うん、じゃあもう22、23年前ですね。そう、1999年って書いてるから、もう19年前か。そう